はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ちょっと変わり種のね、酎ハイっぽいやつですね。こちら、女王様のお気に入り、ゆずでございます。国産ゆず使用、ローヤルゼリー入り。ゆず果汁1%。で、分類がリキュールとなってます。180ml ですね。入ってます。製造者が、キング醸造株式会社。アルコール度数7%。ね、これ瓶のやつですね。カップ酒みたいになってますけど。原材料名が柚子果汁、醸造アルコール、ロイヤルゼリー、水飴、蜂蜜、酸味料、香料。ということで。値段100円です。これ一体何なのかと。ね。よくわかりません。まあ、少なくとも炭酸ではないことは確かです。チューハイの炭酸なしバージョンですね。アルコール度数7%なんで、ね、チューハイと変わらん。このカップ酒っぽい、この、ね、何ですかね。はい、乾杯。というか、梅酒っぽいのかな？ああ、味的に梅酒っぽい。カップ梅酒みたいな。非常に梅酒っぽい味です。ゆずって書いてあるけど、甘さがね、似てる。別に女王様のお気に入りとか、わけのわからない、タイトルはいれ、な、名前はいらないかなと。女王様のお気に入りでググります。これ、なんだこれ。新リキュール誕生。お酒好き女子が集まって、女子のためのキュートなカップリキュールを開発しましたって。全然、あれだろ。なんかもうネーミングセンスがさ、とさ、見た目がさ、もうなんか、あれなんだよね。もう狙いすぎなんだよね。おうち女子会でおもたせになるお酒が欲しいって女性が言ってますけど、好きなお酒、黒ビール。今日一日頑張ったご褒美にちょっぴりリッチなお酒が飲みたい。好きなお酒、全部。これは女子なのか。しかもちょっぴりリッチどころか、これ100円だぞ。小さめのサイズがあると新しいお酒にチャレンジできるのに。好きなお酒、ゆず酒。女子がジャケ買いしたくなる可愛いお酒が欲しい。好きなお酒、ワイン、焼酎。友達に教えたくなる美味しいお酒が欲しい。好きなお酒、焼酎、日本酒。女子じゃねえだろ。だいたい女子って名乗るの、ちょっと、二十歳超えてそれはちょっとないんじゃない？梅酒と、ジンジャーとストロングレモンと柚子の4種類の味があるみたいですね。
で、楽しみ方いろいろ。ミックスリキュールと、まあ、これと、柚子と梅酒を混ぜて柚子酒。柚子梅酒みたいな。なんかいろいろ書いてありますけど。よくわからん。個人的にただの、柚子味のチューハイの炭酸なくなったバージョンですね。別にどうということはない。こいつら、女子、好きなお酒全部って言ってる人、ちょっと、後ろ姿が女子っぽくないんだけど。てか、おばさんっぽいんだけど、気のせい。なんか勘違い女子っぽいな、こいつら。で、勘違い女子で思い出したっていうか、まあ狙って言ったんですけど、実はですね、先ほど面白い動画を見つけまして、両つべで、お気に入りというか、いいねしといたんですけど、これ面白かった。勘違い女っていうタイトルの両つべであるんですけど、これ見ますと、山本さんの理想、身長180センチ以上、年収1000万以上、私将来年収6000万以上の人と結婚したいんですよ。っていう画像。最低6000万。どや。まあこれは学生っぽいからまあ許せますけどね。まあまだちょっと社会の厳しさはよくわかってない。世の中お金ですよ。さっきのね。JK っぽい人が言ってますけど。少なくとも世の中お金ですよって言ってる人間が、結局はね、自分で稼ぐんじゃなくて、相手に、求めてるってだけの寄生女ですね。寄生中です。お見合い。で、相手に求める条件。スマートで背が高い。イケメン。面白い。優しい。自分より稼ぐ。リードしてくれる。お酒が強い。どんだけ？しかもまあ、別に可愛くないっていう。中の芸ぐらいのレベルの人間が言っておりますけど。そしてこれ、テレビでね、あったらしいですけど、画像がね、テレビ番組の画像です。タイの恋の神様、奇跡を起こすか、玉の輿に乗りたい、お相手大募集。条件、年収5000万以上、年齢35歳から48歳までの方。死ね。これはひどい。私をもらってください。これおかしいよな、絶対な。なんでその玉の輿に乗りたいってさ、金だけのさ、人間にさ、私をもらってくださいって言ってんの、こいつ。頭を湧いてんじゃないの、こいつ。しかも、ブサイクやし。気持ち悪いわ、この顔。マジで、頭おかしいわ。気持ち悪いわ。これひどいわ。わけわからんよな、この女。ほんと頭おかしい。そして、これニュースの画像ですね。犯罪増加に待った。首都圏で女性専用車両。これ有名ですね。痴漢とか多いので防止になると思う。
ちょっとぽっちゃりというかデブの人が言ってますけど。ね。はい、女性客は、かっこ女性だけというのはなんとなく心強い。と、チョンジンっぽい人が言ってます。チョンジンっぽい、目が細い、チョンジンっぽい人が言ってます。これ有名です。そしてババア、厚化粧ババアですね。夜だけあったでしょ、今まで。朝もあったらいいなって思ってた。死ね。気持ち悪いな、こいつ。マジ厚化粧だ、ババア。痴漢とか心配なので嬉しい。安心して乗れます。こいつもなんか、気持ち悪いですね。目がちょっと細めてなんか、にやけてますけどね。そして、これです。超有名な、2ちゃんで有名な。男性がいないと安心。と、おかめ面のね、おかめ納豆の、おかめだっけ？あるじゃん。おたふくソースとかの、あれ？おたふくソースだっけ？おたふく面の人が言ってます。気持ち悪いな、こいつ。このババア。ね。そして超有名なこの白人男性。お前は何を言ってるんだ。この画像。面白いわ、これ。お前は何を言ってるんだ。で、あとですね、面白かったのが、面白かったというか、まあ、個人的に、女性専用車両が、大嫌いな俺なんですけど、それを、ね、東急、東横線、女性専用車両をご利用の、男性のお客様に対して東横線沿い下品なおばさんが叫んだ。降りろ、降りろ、降りろ、お前も降りろ、お前も、お前も降りろ、お前、ま、と言っています。これ画像ありですね。動画ありです。音声ありです。そして、慌てて逃走したものの、その後は、警察の御用となった。つまり、その、降りろ、降りろ言ってたババアが、ね、警察を呼んだんですかね。ちょっとよくわからないですけど。うん。ゴリラのような荒々しい踏みつけ。山猿のような野蛮な手つきの暴行。これちょっと一回やってみたいよな、俺の。バカ野郎、キチガイ、田舎者。東横線は、なんて、路線民度の低い路線なのだろうか。ちょっと多分、あれですね。まあいいや。そしてですね、一番問題なのが、問題というか問題ではないんだけど、個人的にはびっくりしたのが、ここの動画のコメントの欄にあるんですけど、私女性です。何が原因で起こってるのかは理解できません。ひょっとしてこのおばさん勘違いしてないですかね。女性専用車両は国土交通省では、鉄道事業者において輸送サービスの一環として導入された女性に配慮した鉄道車両と定義しています。なので男性の乗車に対して禁止する法的根拠は全くなく、
男性の協力のもと成り立っているのです。うちは関西ですが、空いてたら高齢のおじいさんとか座ってるし何の問題もありませんよ。出て行けっていうこと自体おかしいし、言う権利は駅員にも乗客にもありません。もう少し女性専用車両の定義を認識してもらうために、鉄道会社が率先してその趣旨を、その旨をアピール告知しない限り、このような勘違いおばさんが聞けないと思いますね。言っております。素晴らしい。しかもこのサムネが可愛い。本人かどうかは別として。ね。結局のところ、女性専用車両と歌ってますが、女性専用車両というのは女性専用ではなく、あくまで勝手に女性専用車両と名付けてられているだけで、全くもって法的根拠はありません。うん。まあ、これによってこの女性専用車両と名乗っていることによって、女性自体も勘違いするんですよね。女性専用じゃんって。確かにそう思います。うん。当然男性もそう思いますし。つまり女性はそう思ってるからこそ、乗ってきた男に対して、ね、バーバー言う、ババーみたいな人が出てくるわけです。ね。うん。ね。どういうことなのかと。そもそも女性専用車両というのは、痴漢を、ま、ね、なくすためのものってあったはずなんですが、どうやらですね、大して痴漢の件数自体減っていないらしいです。うん。さらにですね、このおばさんのようにですね、無理やり男性客を下ろし、まあ、あと罵倒したりですね、殴ったりとか、それによって、警察に捕まっている女性が何人かはいます。うん、まあ、なんか、ね、この動画だとまあ、この女性、このババアが悪いように、見えるんですけど、このババアだってまあね、まあ、少なくとも女性専用車両なんて書いてなければですよ。例えばここの車両はまあ女性専用じゃなくて女性、うん、なんて書いてあるんだろうな、痴漢撲滅車両みたいな感じで書いてあればですよ。このババアだってそんな暴言を吐かなかったんですよ。まあ、このババアをちょっとフォローしましたけども、正直このババアは殴りたいです、はっきり言って。しかもバッチリ顔取られてますからね、これね。思いっきりカメラで顔取られてますからね。降りろ降りろ降りろ、お前も降りろ、お前も降りろとかね、わけわからんこと言ってるんですよ、こいつ。これはさすがにちょっとやりすぎの例ですね。ちょっとなんていうか、自意識が過剰なんでしょうか、このババアはね。うん。何なのかちょっと理解しかねえるけどね。うん。まあ、ちょっとこれは、頭がおかしい例ですね。うん。でも実際、俺は、女性専用車両に入ったことはあります。うん。というか、間違えて乗った、その時は。うん。でも特に、何も言われなかったし、普通に気づかずに、普通に乗ってたからね。うん。で、あれ?と思って、やけになんか女多いな、と思ったんですよ。あれなんだこれ、ハーレムかなと思った。
あれ？ちょっと今回運いいなとか思ってたんですよ。そんで、扉のところを見たら、普通に女性専用車両って書いてあって、うわ、やべえと思って、逃げ出しましたけどね。まあでも、うん。まあ女性専用車両。個人的にこういうことしてみたいですけどね。カメラ持ってね、生放送で、ニコ生やりながらね。まあ、ニコ生はね、スマホでやるっていうのはなかなか、クソすぎて、スペックというか Wi-Fi が繋いであっても、まともに生放送できないですからね。あれ、前パチンコ配信しましたけど、全然なんか、映ってなかったらしいですね。一体何なのかと。まあ、こういう感じでね、動画に撮って、ね。まあ、生放送だったら一番盛り上がるでしょう、ね。こういう気違いババアをね、に、まあ、あえて追い出されて、ちょっと警察に通報して、みたいな感じで、ちょっと一人、犠牲になってもらう。っていう、感じでしょう。はい、ちょっと話が外れましたが、うん、これはね、別になんということはない。ただの、チューハイの柚子味の、チューハイの炭酸ないバージョンです。別になんということはない。別に美味しくもないし、まあ、まずくはないとしても、美味しくはない。ということで、三つ星。それでご視聴ありがとうございました。